はい、どうもポルクです。今回もですね、ドラゴンクエスト2悪霊の神々やっていきたいと思います。それでは、東の海を渡ってアレフガルドに行きましょう。優雅なワルツです。こっち？でもここってこと？音楽が、うわ、ちょっと待って、強そう。バブーンとかなんか強そう。一押し一発でやるかな、なんか一発でやれそうな予感がする。んー、でもちょっと待って、こいつちょっと待って、先レベル上げじゃない、これ先レベル上げっぽいぞ。レベル上げやろうな、きっと。あ、やっぱり一発でやれた。うわ、こいつ助け呼ぶん。絶対強いやろ、こいつ。絶対強いやん、こんなん。怖い。攻撃力がえげつなさそうやねんけど。助けを呼びまくる、こいつら。あー、まあそう、えげつないほどでもないか。これ、ワンのフィールドの曲ですよ。ちょっとマイコの呪文はちょっと気になるな、なんかいちいち。バギ、竜巻の呪文ですね。さあ、これはどこに行けばいいのかな？めっちゃ怖い。あ、わかった。ここ、この右下の沼地のところが竜王の城や、多分。あったところ。で、ここがなんか繋がってて、みたいなこと？だからこっちに行ったら、この辺があれでしょ？うわ、ちょっと待って。敵が怖い。この辺が多分ララトーム城のあったとこやと思うんですけど、そんなこと言ってる間に、二人も死んじゃったので、戻ります。ちょっと敵が強いな。敵が強すぎるので、レベル上げが必要です。これは。はい。ここどこ？ムーンペタここ。ムーンペタまで戻ってきちゃった。もう。当たったぞ、なんか。祈りの指輪。これなんなんやろ？誰が持ってる？これ何の意味があんのやろ？あ、装備できるわけでもないんか。何の意味があんのやろな。 MP 回復とかかな、ちょっとわかんないですね。ちょっと周りから攻める戦法、周りから見て街近いところでヒュッて降りるみたいな、そういうずるいのを考えたのでやってみたいんですけど、敵が強いからね、陸上で探すよりも海の方から見て、あ、街やったって探す方がいいんじゃないみたいな。ないかな、街ないのかな。ありそうやけどな。こことかめっちゃ、なんかありそう。あ、陸に乗っちゃった。陸に乗ると敵が強いので嫌ですね。なんもないんかな、この大陸には。ただの大陸？ここ。んなわけないよね。何かあるでしょ。何かないのか。外から見えるところにはないみたいな、そういういい場所に街作ってる。あ、ここはあそこやん、ほら、あの洞窟やで。あの洞窟やん。リムルダールとかないんかな。あー、気に変わってる。ここは何、別に何かあるわけじゃないの。ここ入れる。あ、洞窟の形も全然ちゃうやん。ただの一方通行の洞窟になってますけど。なんもないの？もう大陸だけ？街とか全部なくなってるんかな？ないんかな？もう何も。
こっち側にマイラとか。いや、でもなんもないな、多分。じゃあ、どこ行けばいいのよ。いや、ほんま何もなさげ。なんか、ワンの敵が出るとかかと思ったら、そういうことでもないと。どうしよう、どこに行こう。ちょっと回復せないやばいな。てか、2でこの音楽聴けると思ってなかったわ。どこ行けばいいんかな。どこ行きましょう。こうなると。は？あれ？じゃあ、ここが、ここがラダトーム。あ、さっきラダトームやと思ってたとこラダトームじゃなかった。ラダトームに着いた。あ、やったやった。あ、知ってる知ってる。北の沖の小さな浅瀬に乗り上げて沈んだ。北にあるのか。まあいいや、北ね。ここ復活の呪文聞けそう。あ、違う。違うかった。これは何？あ、武器と防具？おー、いいのいっぱい売ってるやん。全部買えへんけど。あー、強そう強そう。買えへんけど。あ、ここは金の扉が、ちゃう、金の鍵がいりますよ、みたいな。うん、ま、とりあえず寝る？とりあえず寝とく？あ、安い。さすが。安い。ここは？あ、道具屋か。めっちゃ狭いね、この道具屋。薬草って、持ってたっけ？持ってるね、みんな。使ってないよね。ちょっと待ってよ。ってことは、こっち側に、ここにララトームの王がいる。誰かいる？あ、誰もいない。どこかにお隠れになりました。情けないことです。へえ。てか、なんか王様のあの部屋も、なんかちっちゃくなったね。アレフガルドじゃないわ。あ、これ、さっき聞いた。知ってるよ。で、これ、あの、地下室とか、あ、地下室は行けへんのや。竜王の城とかどうなってんのやろ。ここは何？あ、教会？この人は？あ、やった、聞けた。イエーイ。ラダトームで聞けんのよ。よっしゃ。よしよし。復活の呪文聞けたら嬉しいね。長くなったな、復活の呪文も。ここは何や？あ、回復してくれるとこね。はいはいはい、あったあった。さあ、竜王の城行ったらどうなんやろ。あ、いきなり敵。ちょっと待ってよ。全開。全開にしてもらおう。いやー、やっぱロトの子孫っていいね。待遇が良くて。得してますね。なんでそんなすぐ敵出てくるの、さっきから。あれ、マイコの HP 全然回復してへんよ。あれ、ま、MP だけしか回復せんの。あ、マイコ死んだ。なんやねん、これ。HP 回復してくれへんのか、ここは。HP は宿屋で回復してくださいよ、みたいな。そういうこと。まあ、宿屋もあるもんな。宿屋どこやったっけ？ここか。この宿屋さ、どこで寝てんのやろ。
床やん。だから安いんかな。竜王の城にちょっと行ってみたいだけやねん。すぐ敵が出てくる。はい。あ、洞窟みたいになってる。全然違う洞窟やな。あー、ちょっと待って。ちょっともう僕時間がないので、ここ潜るのはまた今度にしますね。ということで、うん。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。